ポンペオ・バトーにはイタリアの画家である、トスカーナのルッカの金サイク氏の息子に生まれた。1727年にローマに移り、ミラノ出身の画家、フランチェスコ・フェルナンディの弟子になって、ラファエロやアンニーバレ・カラッチの作品などを模写して修行した。有力な顧客からの注文が得られるようになったのは30代の前半になってからで。 クッピオに領地を持つガブリエリ家のバッカレスカ伯爵が最初のパトロンになり、ガブリエリへの教会のための宗教画を描いた。その後も有力な教会の祭壇画の注文を受けて描いた。宗教画や歴史画を描く一方、肖像画を描く仕事をはじめ、イギリスなどから多くの貴族や富裕な人々がグランドツアーでローマを訪れていたため、多くの報酬が得られるようになった。 イギリスやアイルランドからの旅行客の肖像画を描き、国外でも人気のある肖像画家となった。肖像画を依頼した人物には、オーストリア皇帝、ヨーゼフ2世や、教皇ピウス6世、ポルトガル王妃、マリアアンナ、イギリス貴族、タルボット伯爵、ジョンチェットタルボットらがいた。1759年から、ローマのボッカディ・レオーネ通りに大きな屋敷に住んだ。 1787年にローマで亡くなった。ありがとうございます。